でもまあ覚悟が足りないじゃない。大丈夫じゃない。そんなの悲しすぎるよ。はい、という感じでメインストーリー第3章6話から10話がね、また AB みたいな感じで来ましたけど、はい、まあ今日はね、新イベントプリキュアル、東條有機ですね、こちらの方が、2月26日までとなっております。でこの3日後の2月22日に、あれですよね、優等生じゃつまらないなんちゃら方法みたいなのが あるので、そちらでまた、新イベントの方バーって情報公開されるんじゃないでしょうか。はい、新曲これね、俺ね、これ思ってるんだけど、神さん指を支えた僕たち、ほぼウォーウォーのゴリ押しだからさ、え、めっちゃ怖いんだけど、これサッカー時代の勇気、おー、いいですね。はい、あ、やばい、復習タイムが、はい、という感じでね、課題チャレンジイベントの方がやってまいりました。まあこちらは、正直ほとんど今まで通りのプリケールと、まあ、変わらないのかなと思います。今回ハートタイプらしいので、まあ軽く星の方だけ見ていきましょう。多分700個ですね。でランキング報酬で、まあ称号が出ると、ね、いつも言ってるけど、もうこれファトーレイカ以前のキャラがちょっとかわいそうかなと思います。はい、で課題曲ね、今日は神さん指を支えた僕たちってなってるんですけど、まあ基本的に東條有機ちゃんが、歌っている楽曲になっておりますね。僕はこの中でも一番ね、この、魔法高校コラボのね、この曲が好きです。はい。じゃあまあデッキ組んで、指を支えた者たちちょっとやっていこうかなと思います。みんなこれ知ってた、インテリアちょっと見て思ったんですけど、これ全キャラクターって書いてるけど、この何虹のマイクってだけは、7分の22の総合力が 2% アップってなってんね。これチュチュが入ってからもう変わってたわ。で、チュチュ使ってるから7分の22じゃないやん。シュシュだ、ごめん。シュシュ使ってるから。ね、まあでもこれでやっていこうと思います。まあたまにはね、ハートだったんでシュシュを使っていこうかなと思います。で、間にはまあ、両方レベルアップ、限界突破までしたキャラ入れて、神に指を支えた者たちやっていこうと思います。はい、というわけで神様に指を支えた僕たちね、やっていこうと思います。こっち側、ごめん、マジでちょっとミスった。こっち側ね、テレビアニメ7分の22の OVA ね。OVA のエンディング曲だよね。まあ、本編の方では、まあ、8人ね、この3人以外の8人の個人曲がね、あったんですけど、正直僕マジでこれ手抜きソングだと思うんだよね。まあ、あんまりこういうこと言っちゃいけないけど、俺は全員分作ってあげてほしかった、11人。東條ちゃんと柊木つぼみちゃんと神木みかみちゃんね、これ全員分作ってあげてほしかったソロ曲だって、あるわけじゃん、ムーンライトとかパッションなんとかだからさ、生きることに楽になりたいとか、そういう感じで作ってみほしたかったんだけどさ、なんか本当になんかこう歌詞がめっちゃ適当に感じちゃうんだよね俺。まあ曲自体はねすごいいい曲だなと思うんだけど、あでもここいいな、1番しか聴いてなかったからなんかウォーウォーゴリ押しやなってちょっと思っちゃったけど、もう笑っちゃうわ。まあでもなんか叩いててね、この譜面めっちゃ楽しいわ、めっちゃノープ楽しくない？いやこれちょっとノープ楽しいわ。はい、っていう感じで690ね、ちゃんとキリい数字でした。はい、という感じでね、今日の方ね、東條有機ちゃんのプリケールが来たということで、神さんに僕を支えた者たちをやってまいりました。まあちょっとね、最近ちょっと全然動画更新できないんで、このメインストーリー今日追加されたから第3章ね、ちょっと僕第2章から全く読めてないから、
まあちょっと第2章を、まあ読むという形でちょっと動画で出していこうかと思いました。はい、まあちょっとここへ読めね、さすがにここへ読めてないと、あのいきなり第3章見ようぜってなって読めないから、ちょっと第2章ね、ちょっと読む、動画実況動画ね、ちょっと出していこうかなと思います。今回は終わっていこうかなと思います。まあ、バレンタインイベントもね、皆さんお疲れ様でした。僕はなんとかちょっと頑張って、ほんのちょこっと、ね、ちょこっとだけ頑張って、1万以内に入ることができました。という感じで、高評価ね、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それでは次回の動画で会いましょう。